滋賀交通が所有する、路線バス、シガバスが所有する、中型ハイデッカー車かつて使用されていた路線バス1998年、滋賀交通株式会社は、滋賀県大津市バイリ林1丁目3番1号に本社を、置く交通事業者である。バス事業、タクシー事業のほかに、自動車ディーラーや不動産業なども営む。京都、大阪、名古屋、東京、金沢、 福井と60社の関連会社を持ち、グループ全体で従業員数約2200名を有する。車両の塗装は関連会社も含め貸切車、一般路線車とも白地に赤と青のライン。ほとんどが三菱不創性である。かつては一般路線を運行するバスに新車が入らなかったため、軽年車が多数在籍していたが、今では姿を消している。 不走車がほとんどであるのは、株式を持ち合いをしていたためで、初代日野ポンチョガノの市バスに導入された例や、高賀市の福祉バスの払い下げ車両が、コミュニティバスの高賀市高賀町路線に投入されることも、ある。安駅安高校おみ神社前から、ハイウェイサイドタウン北山大センター。安駅安高校おみ神社前から、東道製作所北山大センター。 草津駅から小垣西生会病院で、現役口早まいせおち、石部駅草津駅から、小垣で、現役口早まいせおち。ありがとうございます。